アイドル日本をご覧のの皆さんこんにちはほのかです今私は DVD の撮影で沖縄に来ています、えー、沖縄の撮影では海辺で赤い水着を着てビールジョッキを持って撮ったんですけどもうそれが大ジョッキですっごく <laughs> 結構重くってしかも日差しもすごく強かったので結構汗もかえちゃったりとかして大変だったんですけど すごくいい仕上がりになったんじゃなないいかなと思います、えー、たくさん撮ったので皆さん見てください撮影中に一番印象に残ったことは、えー、ドレス海辺でドレスを着て夕景をバックに撮るシーンなんですけどもうすごく夕日が綺麗で感動しました。 一番驚いたことは部屋にゴキブリが出たことです <laughs> しかも飛び回っててもうマネージャーさんとお部屋を交換してもらいました最近のマイブームはネッットフリクスでで韓国のドラマととか映画を見ることです好きな音楽はいろいろと聞くんですけどよく聞くのはロックバンドロックバンド系をよく聞きます 例えばラットウィンプスさんとかあとバンポブチキンさんとかあとは最近はゴーゴーバニラズさんとかを聞かせていただいてますいつも持ち歩いてるものは携帯です最近持ち歩いてるといえばうーんグラゼニっていう野球漫画を持ち歩いてます一つだけ願いが叶うならえ難しいですね 一つだけ願いが叶うならずっと笑って楽しく過ごせますように初恋は幼稚園の頃で結構活発な男の子でした男性のネクタイを緩める仕草とかあとは髪を こうわしぐさが好きです理想のデートプランうん夜夕方の6時ぐらいに待ち合わせしてご飯食べて最後は綺麗な夜景で締めたいです食べ物はなんだろうな記念日だったらちょっと。 おしゃれなレストランとかがよくて普通の日とかだったら全然ラーメン屋さんとかでも大丈夫です今後挑戦してみたい仕事は体を張る仕事です例えばバンジージャンプをしたりとかスカイダイビングをしたりとかそんなに高いところが得意なわけじゃないんですけどそういうのを体験してみたいなって思います これをご覧になってる皆さん、えー、見てくれてありがとうございます。えー、たくさん楽しんで沖縄を満喫してきました。ぜひ、そういうところも見てくれると嬉しいです。